はい、こんにちは。あやかぜヨガのあやです。今日は腰痛改善にも効果的な股関節ストレッチをご紹介していきます。実は昨年の1月、私ですね、腰の骨圧迫骨折してしまったんですね。で、この腰椎にボルトをはめて1年間療養してました。ですが、この手術を終えて1ヶ月後にはもうヨガ開催してたんですね。それはなぜかというと、股関節の柔軟性がポイントだったんですね。で、日常生活、やっぱり腰、腰痛がある方とか、腰から結構動いてしまうっていう動作が多いですね。じゃあ例えば皆さん前屈するときどうですかね。体を前に倒すとき、腰から前にこうぐっとね、背中が突っ張ってないですか。これね、私股関節からの前屈をかけると、お尻が伸びて、もも裏が伸びて、股関節から全然腰には負担かからないですね。ここがポイントです。腰から丸まるのか、股関節から体を前屈かけるのか、ここがポイントとなってくるので、今日はもも裏、そして股関節をほぐして、腰に負担のない、体作りを一緒に行っていきましょう。さあ、では一緒に早速行っていきましょう。まずお尻のストレッチからです。両膝を立てて、両手体を支えていきましょう。右足をももの上に引っ掛けていきましょう。この時ポイントですね、腰骨がスッと伸びるポジションを探して、腰がね、丸まりやすいですよ。お腹とももを近づけていく。もしきついようであれば、もうちょっとだけね、足を前に歩かせてみてくださいね。そこから腰骨、そしてお腹とももを近づけていく。大丈夫であればかかとはもっとね、お尻の方に近づけて、お尻の側面が伸びてくるなっていうところね、見つけてみてください。さあ、ここから気持ちよく伸び出したら呼吸入れていきましょう。鼻から大きく吸って、深く吐いていく。お尻の筋肉がほどかれていくと、腰の張りも改善されていきます。腰痛の改善にもね、かなり効果的です。鼻から吸って、深く吐いて、もうちょっといけるなっていうようであれば、足も少しお尻に近づけてみて、鼻から吸って深く吐きます。さほどよく伸びたら、足反対に入れ替えていきましょう。左の足をももの上に引っ掛けます。腰骨が後ろに引っ張られないように、お腹とももを近づける。胸は高く伸ばしてみて、肺が広がるとね、呼吸が入りやすくなりますよ。鼻から大きく吸って、深く吐いていきましょう。肩に力入ってないですか。大きく吸って、足の位置も微調整かけながら、気持ちよく伸びるところを探してみてください。さあ、2呼吸ご自身のペースで入れていきます。程よく伸びてきたなと思ったらね、ご自身のペースでちょっとずつね、さらにお腹をももに近づけます。さあ、呼吸が入ったら、そっと足をほどいてあげて、リラックスフラットにします。さあ、今度もも裏いきますね。まずは左のもも裏からです。両手はマットにして、体を少しずつ前に倒していく。腰丸まるよっていう方、膝折り曲げて、股関節から体を前に倒してみてください。少しずつ膝裏が伸びる程度に、肩の力も抜きながら、心地よくもも裏ストレッチかけます。座り姿勢が多かったりとか、デスクワークの方ですね、膝裏ずっとね、折り曲がってますよね。固まりやすいところでもありますね。じわじわじわっと心地よく伸ばしていきましょう。上体をそっと起き上げて、足を外側に外します。もも側の内側のストレッチかけます。両手はマット、
この時も股関節から体を前に倒してみてください。こう背中が丸まるようだったらね、体を持ち上げてもらってもいいですよ。骨盤と腰骨、胸がぐっとね心地よく持ち上がる程度に、さももの内側伸びてくるなっていうところを見つけてみて、で余裕があれば足先ですね、天井方向に持ち上げます。こうね、足の指先が引っ張られないように、指先をちょっと立てるとこのねふくらはぎのストレッチがかけられたりとか、つられてねもも裏のストレッチもぐーんと伸びていきますよ。さあ2呼吸入れていきましょう。肩も背中背面もフラットにしながら、深く吐き切って、吸う息でそっと上体を起こしていきます。さあ足反対、右の足もも裏です。きつい方膝立ててください。股関節からももの付け根、そしておへその下を少しずつ隙間埋めていきます。足つかめる方は足をつかんでみて、もも裏よりも腰が突っ張っているなっていう方、上体持ち上げてくださいね。膝裏、もも裏伸びてますか？もう一つ余裕あるなっていう方ね、かかとを正面の壁に蹴り出そうとします。体が前にまで倒れている方は、呼吸の力でお腹の膨らみを感じていきます。そっと上体を起こしていきましょう。さあ足を外側に外してみて、両手はマット、お腹を少しずつマットに近づけて、ももの内側が伸びるところを感じてみてください。股関節柔らかい方はね、上体そのまま前にスッと倒してみてくださいね。あまりにもお尻が持ち上がっているよっていう方は、上体を少し起き上がって気持ちいいところを見つけていきましょう。さあ深く丁寧に呼吸を繰り返して、程よく伸びてきたらまた体を起こしていきましょう。さあ足解放していきます。さあ最後のポーズは股関節伸ばしです。四つん這いに入っていきます。右の足を右手首の内側にポンとついていきましょう。上体を持ち上げて、両手はももの上です。左の鼠径部が伸びる範囲で股関節を少しだけマットに沈めていく。腰が反れないように気をつけてくださいね。右の足で押し返すように、上体は天井方向です。肩の力も抜いて深く吐いて、膝裏がもも裏、膝裏が固まってしまっている方、デスクワークの方とかも、さっき言いましたがもも裏が固まってしまうっていうことは、体が前に座った状態だと股関節がこう折れ曲がっている、ここの股関節も固まりやすいところですね。さあじわじわと伸ばして、外お尻を後ろに引いて、足反対に入れ替えます。今度左足、上体立てて股関節から天井方向です。吐きながら、ふう、前の鼠径部伸びを感じていきましょう。呼吸が大きく入って、お腹から膨らんでますか？吐くときにふう薄くなってますか？
鼠径部リンパがぐっと流れていくことで代謝もねかなり温まっていきます。ゆっくりと両手はマット、左足を後ろに引いてチャイルドポーズでリラックスしていきましょう。股関節ゆらゆら揺らして腰フラットに柔らかくしていきます。はい、皆さんお疲れ様です。股関節はほぐれましたか？日常生活でも意識的に腰から使わずに股関節から使ってみてくださいね。